カーティス・ブラウンは、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士、アメリカ空軍大佐である。1974年に、ノースカロライナ州、エリザベスタウンのイースト・ブラーデン高校を卒業し、1978年に、空軍士官学校で、電気工学の学士号を得た。1978年に、空軍士官学校で、少尉に任命され、テキサス州出る。 リオのラフリン空軍基地でのパイロット訓練を完了した。1979年7月に卒業し、サウスカロライナ州マートルビーチ空軍基地に A-10 パイロットとして配属された。アリゾナ州デビスモンサン空軍基地で A-10 の訓練を終了した後、1980年1月に当地に到着し、1982年3月には、 A-10 の教官として、デビスモンサン空軍基地に再配属された。1983年1月から、ネバダ州、ネリス空軍基地にある空軍のファイターウェイポンズスクールで学び、A-10 の武器及び、戦術の教官として、デビスモンサン空軍基地に戻った。1985年6月から、カリフォルニア州、 エドワーズ空軍基地にある空軍のテストパイロット、スクールで学び、1986年6月に卒業すると、フロリダ州エグリン空軍基地に配属され、宇宙飛行士に選ばれるまでの間、A-10 と k -16 のテストパイロットを務めた。ジェット機で6000時間以上の飛行経験を持つ。1987年1月に NASA により宇宙飛行士候補に選ばれ、 1988年8月に1年間の訓練及ぶ評価のプログラムを終え宇宙飛行士となった。割り当てられた仕事としては、シャトルミッションシミュレータの更新、フライトデータファイルの開発、乗組員の打ち上げ前の登場及び着陸後の後期の支援、スペースシャトルコロンビア及びスペースシャトルディスカバリーの地上での回収のモニター等に従事した。 1992年の STS-47、1994年の STS-66、1996年の STS-77 で操縦種、1997年の STS-85、1998年の STS-95、1999年の STS-103 で船長を務め、 合計6度の飛行で1383時間を宇宙で過ごした。STS-47 はアメリカ合衆国と日本の共同で生命科学と材料科学の実験のために行われた8日間のミッションである。地球を126周し、ケネディ宇宙センターに帰還した。ミッション期間は190時間30分26秒だった。STS-66 は アトモスフェリック・ラボラトリー・フォー・アプリケーションズ・サイエンス3ミッションであった。アトラスマイナス3は11年間の太陽周期での地球のエネルギーバランスと大気の変化を決定する進行中のプログラムの一部である。11日間で地球を175周し、エドワーズ空軍基地に帰還した。ミッション期間は262時間34分だった。 STS-77 はエンデバーによる10日間のミッションであった。スパルタン衛星と1回、サテライトテスト、ユニットと3回の合計で記録となる4回、約21時間のランデブーを行った。また、スペースハブで材料科学、流体力学、生物工学の12の実験も行った。ST、s t s 十七では宇宙空間での大きく膨張式の構造の コンセプトを試験するために設計されたインフレータブルアンテナエクスペリメントを運ぶスパルタン衛星が展開、回収された。空気力学と磁気制度を用いた自己安定化のコンセプトを試験する小型のサテライトテストユニットも展開された。240時間39分で410万マイルを飛行して地球を160周した。 STS-85 は12日間のミッションで、クリスタ、スパズペイロードを展開、回収し、日本のマニピュレータフライトデモンストレーション、ロボットアームを操作し、地球の大気の変化を研究し、将来の国際宇宙ステーションで用いられる技術の試験を行った。284時間27分で470万マイルを飛行して、地球を189周した。 STS-95 は9日間のミッションで、スパルタン太陽観測衛星やハップル宇宙、望遠鏡のオービタルシステムズテストプラットフォームの展開、宇宙飛行と老化過程の研究等が行われた。213時間44分で360万マイルを飛行して地球を134周した。77歳のジョン・ハーシェルグレンが38年ぶりに、 宇宙飛行を行って注目を集めるミッションとなった。STS-103 は8日間のミッションで3度の宇宙遊泳でハップル宇宙望遠鏡に新しい機器や更新システムが取り付けられ科学的能力が向上した。191時間11分で320万マイルを飛行して地球を120周した。ありがとうございます。